お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、先日ゴレクローンデッキが今の環境で勝率が一番高いよと紹介したんですが、そのゴレクローンデッキの勝率がなんと2位にね下がってしまいました。その代わり新たにね環境勝率1位になったデッキを紹介していきたいと思います。それがですね、こちらラバクロでございます。ゴレクロに続いてね、またクローンかというわけなんですけど、今ね一番環境に強いのがラバクローンが環境ナンバーワンで、ナンバーツーがゴレクローンというね、非常にもうクローン環境、大型環境というわけで、今日もねチンパンしていこうかなと思います。いやマジですごいですよ。勝率1位がラバクローンで、勝率2位がゴレクローン、こんなことね今までなかったっすからね。本当にすごいと思います。さあ初手ラバ行きますで、まあ、ラバーなんかホバーとかラバランバー、ラバベビーあたりを組んで、そこにクローンしていきたいよね。で今回のやったらクロスか、まあ、やや厄介ですけど、で今回このスペルですね、昔はよくあれだと、もう最悪最悪、やっちゃったあれだったんですよ。ヤナアメだったんですけど、今はね、なんで5なんだろう。まあ、マザーネクロ対策っていうところとかだと思いますね。5になってますね。ヤナアメではなく。とか、マジアチとか、やっぱ奥底のね、遠距離系ですね。ウィザードとかネクロとかもなんですけど、やっぱ、それいるだけでクローンって突破しにくいんですよ。まあ、そこを、ファイアーボールで一発処理であったり、ファイアーボールでちょっと手前にね、ノックバックさせて、ベビドラとかホバリングに打たせて処理みたいな、まあそういうのがね理想なのかなと思います。よいしょ、いけいやもうぶっぱオッケー、勝ちました。はい、初手ファイボはまあねエンターテインメントってことでまあ一本ねおるとこういうこともよくありますので、前通り。最強のメンタルのねロックリーの心を折りました。いやマジでねえぐいっすよ。よろしく、まあ、ラバーの後ろにベビーランバーコウモリとかつけられるとね、まあ理想ですけど、序盤はそんなコストないから、もう序盤はラバと、まあ、ユニット1枚ですねとコウモリクローンぐらいがもうやっとくだけでいいんじゃないですか。さあ小屋小屋ですね。まあ小屋小屋とかもユニットがたまるので嫌なんですけど、ファイボがね多分生きると思います。マザーネクロなのかな、対戦相手のユニットが、そこはちょっとわかんないですけど、まあこういうのもね守れないんで、もう知らないんですよね。もう無視なんですよ。守るのが間違いなんですよね、今のクラロワは。よいしょ。さあ、クローンしてあげて、ホバリングを突破していく。で、ここで、折った瞬間の真ん中スケルトン部隊とかも強いんですけど、まあ、棒ポイズされたから、一回待ってもいい気がするな。さあ、ポイズ、クローンにポイズン、マジかよ。クローンって、1ダメージでも受けたらやられちゃうので、ポイズンって結構ガンメタになるんですよね。で、それも僕は引きました、今。天才です。で、まあ、こやこや言うのほぼポイズンか。まあ、よくわかんねえが、ガン虫でいいんじゃねえか。まあ、とりあえず、困ったらガン虫ですね。困ったらガン虫で戦えば、思ってる以上に勝てます。さあ、ベビーつけて、もう真ん中スケブとか出したいよね。で、ちょっとユニットをね、なんかいい感じに離しながら出していきたいんですけど、あのホバやってほしいな。ホバやってほしいな。いや、クローン、なんかかけるタイミングちょっとむずいな。なんか、こやこやとホバコウモリか。なんか、タイトルちょっと多めだな。さあ、問題は、こやこやですね。あのこやがね、先ほどからなかなかの害悪を見せてる。まあ、コウモリ、いらねえな。さあ、もうメガナイトいる。まあ、これは、しっかりユニットで。なんかラバービビーとかに、ここにクローンとかしちゃって、ここに早い段階にポイズンを出すとかもね、正解な気もするんですよね。そうそう。そうそう、ポイズン使わしたところを、まあ他のユニットでね、こう対応していく。オッケーオッケー。いや、いいんじゃない？結構いい攻めができた気がするな。
で、ここ本当は2周目ラバとか行けるといいんだけど、1回我慢でもいいね。1回も1回ケツから組んで、よしよし。いや、流れがね、ちょっと良くなってきましたよ。相手も意外と対空が、ホバとコウモリだけとかで、ちょっと少なそう。ちょっと少なそうだから、もう1回これ。で、あれ、5ってもいい気すんな、正直。小屋2枚に5当たるんだよ。いや、それは相手、舐めてんじゃね？よいしょ。で、クローンをどこで撃とうかなって。ここです。絶妙に、絶妙にランバーが。はい、ランバーぶっ壊れ。ナイス！まあね、大型にはね、もう必須アイテムですよ、ランバージャック。レイジがね、チンパンしてくれます。ナイス！いいね。ラバーが通んなくても、たまにランバーがね、ぶん殴る。これ、あるあるですよね。なんか、ランバーバルーンデッキとか、まあ、ゴレとかもですけど、なんか、ランバーがめっちゃ殴ってんじゃん、みたいな。よくありますから。オーケー、ラバーね。ユニット見た瞬間、ラバーね。わあ、いい、これ。ダクプリか。何のデッキだろう。これ、ランバーとかで守れんのかな？いや、守れねえのか、君。もしかして。いや、ランバー強いぞ。いや、ランバー思ってるより強い。さあ、テスラ。いや、ホバでもよかったかな。で、ここでクローンできるとね、マジで。サイアンドコーだったけど。これ、スケラか。多分、ヤナメ5のスケラじゃない？これ、ヤナメがね、チクチクチク、あーん。いや、マジで、ラバクローンはね、ヤナメ、泣いてください。昔はね、それこそ本当にポイズンがだから、ガンメタみたいな。とかありましたけど、もうヤナメ、バグきついですからね。あとは、ファイボーダム、今回のやつ持ってるので、僕のホバッチャがね、ファイボー切るんですよ、これ。これがね、なかなかきつい。だから、ファイボーヤナメが、ぶっちゃけ一番のメタですね。はい。ジジ。まあでも、相手、ファイボーもヤナメも咲いたんでね、ドンマイ、ジジ。最強です。これですね、このスケートの舞台の強み。クローンにユニコストを使わせるよと。そしたらこの周りが行きますよっていう。で、これ、もうちゃっちゃしていい気がするな。ちゃっちゃクローンして、もう事故らせて、パピ？いや、コウモリ追加して、ヤナメも使ってる。次、メガゴのサイクルだぞ。いや、いいよ。あー、これか。いや、いいな。これでも陸忍び込ませたいな。これランバーがマジでね、暴れるんすよ、マジで。いや、いいよ。これランバーマジで、そう。メガゴね、咲きたいよね。空いるもんね。咲いたら、このランバーがもう暴れるんですよね。いや、これなんですよ。ランバーゲー。で、真ん中スケブね、折った瞬間にやっとくと、なんかいい感じになることが多いので、真ん中スケルトン部隊は、絶対皆さんもやってください。強いです。さあ、雰囲気でね、雰囲気で守ります。雰囲気でね、守れると熱いんだよね。守れんのかな？いや、コウモリ？いや、これ、ボンバーが殴るやつだな、地味に。君、やったね。おい、許さね。で、ランバーを追加してから行こうか。ユニット欲しい。もう一個欲しい、相手の。よいしょ！いや、めっちゃいいパーティー。で、ヤナメ使ったらもうスケルトン部隊追加とかしたい。今、ヤナメ使ったな。防衛5もワンチャン。いや、いいよ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 。あー、このアイゴレが強いな。アイゴレが結構いい味出してるな。スケルトン部隊とコウモリにメタなんで。いやでも、さ、そこでファイブを使うしかなくて、これケツラバでいいんじゃない？ユニット来たら速攻ランバーとかしていい気がする。いや、これ来たっしょ。今、ファイブを使ったぞ。これ一旦フィーバーするじゃないですか。フィーバーしてからの、フィーバーだけして、一回見て、適当にユニット追加ですね。まあ、矢とファイブ。ファイボと矢か。え、でも、矢を打ちたいが、ラバが解けないから、矢をなかなか打てなくて、みたいな。おー、あれ、ファイボ系になっちゃね？おーい！ OP クローン。いいね。楽だ。楽だし楽しいね。クローンは。めっちゃいいよ。おすすめです。使ってください。さあ、続いてやっていきます。で、この、まあ、クローンデッキもなんですけど、他のデッキも結局、ユニットの追加するタイミングっていうのが、すごいね、大事になってきます。というのも、まあ、ラバ出して、まあ、最初にね、1体目なんか追加してるとするじゃないですか、ベビドラとか。で、その後に追加するユニットのタイミングですね。これをね、覚えるだけで、クララはね、上手くなれます。相手がユニット出してくるであろうタイミングに追加しますね。
ランバー出す、まあ、今はねあんまコストがねえからすることが限られてるんですけど、まあ、ちょっとここでねクローンとかもやっちゃうか一旦クローンして考えますね。いや一旦クローンするだけでタワー折れますからね。いやすごいんですよねクローン。というのもあのさっきの話ね、例えばわあこれはね守るのがなかなかきついので、まあ、キング折られない程度にほどほど今うわーやばいクローンってされるとこんなやばいんや。ちょっとタギが俺に一旦タギが悪い。えぐいマジでえぐ待ってえぐいってマジでえぐい本当にえぐすぎる。これ待ってよ行くしかねえぞこれ。これ待ってよランバーのこれ行くしかねえよな。いやウィザードあー待って、まああーやばいえぐい待てやばいぞネクロウィザードと。いやなめだってこれなかなかだぞ。まあ、同系統ですね。さあ勝ち切りたい。あのさっきの話ね、例えばラバーベビーで食います。そしたらベビドラに対して相手がメガゴとかをねやっぱ当ててきたりするんですよ。インドラとかで当ててくるであろうタイミングでこっちもねユニットを 2,3 枚追加してあげると相手の追加してきたユニットをボコボコにできるんですよ。っていうなんか相手のなんて言うんだろうな、まあ、ユニット出してくるタイミングを待ってからユニットを出すっていうのが大事で、同じユニット出すだけでも出すタイミングでクラロワって本当世界変わるんですよね。ユニット一体一体が残るかどうかっていうのが、まあ、大事なので、そのタイミングっていうのはちょっと見極めながらねやっていきたい。で今回ウィザードとネクロあの2体あの遠距離いるのはねマジで激そうなんですけど、まあ、そこはちょっと気合とね雰囲気で乗り越えたい。さあここをクローンしちゃってな、どこにクローンするかなんですけど、まあ、ぶっちゃけ気分ですよね。いやめんどいので5打ってよいしょ。で本当は手前にノックバックさせて自分のユニットの攻撃を与えて、あの遠距離処理とかしたいんですけど、まあ、さすがにあの位置のネクロは遠すぎたので手前にノックバックして処理っていうのがむずそうだったので、あえてね、遠くにノックバックさせてみたいなこともまあ狙いつつ、おい、いやクローンやってるとすげえ強いけどやられると嫌っすねさあショテラバ来い。うい来ない、ちょっと引きが悪いっすね。引きがとりあえずまあカード回ししていきましょうかね。ラバーがない時なんか困っちゃいますよね。なんでランバーコウモリクローンとか相手が逆サイ大型出したら全然いいと思いますね。いやこれは守るか。さあランバーとコウモリぐらいでラムライダーですね。ラムイコールほぼペッカだと思っていいと思う。メガナイトもまあ候補としてあるんですけど、今の環境メガナイトがねマジでオアなんですよね。マジで本当に俺の大好きなメガナイトがオアっていう悲しいね。マジで見ないっすね。うん、ゴレラバ、ロイジャイ全てに勝てないユニットメガナイト最弱みたいな。さあここは相手ダメージを受けてユニットを残して相手がねもう今お調子乗りたんですよ。よいしょ。だってヤナメ使ったっすよ。そんなんじゃこれ止まんないじゃんっていうことなんですよね。あのソラユニットマザネクだったっけ、マザネクも使ってヤナメも使ってで最後エレキしかなくて相手がね低めにエレキ置いてきた。じゃあもうクローンするしかないよねっていう。さあまあそんな感じで、まあラバー出せなかった時にああいうね戦い方もまああるよっていう、まあ、5ってちゃっちゃ溶かすか。ユニットだけでまあクローンも強いですよね。まあランバーいれば成り立ちますね。ランバーベビーコウモリクローン、ランバーベビーホバクローン、ランバーのレイジが結局強いので、よいしょ。さあ謎に守っているぞ今回ペッカラムなんで穴雨っていう。いや、多分ペッカだと思うんですけど。穴雨ついてきてんの嫌だな。あ、でもクエイクだ。でかっ。穴雨ファイブとかだったらマジで泣いてたっすけど、穴雨クエイクなら全然ありがとうって感じ。で、マザネクリファイブっすね。エレキは無視。オッケー。で、相手クエイクだからホバリングも一生無双します。あ、あいつそんなことやっちゃってさ、いいのそれ。もういっぱい全部溶かしちゃうよ。レッツゴー。あれ
あれあれちょっと待って待って、矢の飴がバカついけど、俺のこのスケルトン部隊の位置がうまい。さあランバー追加、やばいベビー、いやーちょっと溶けたの痛いけど、溶けたの痛いけど、いや待って、俺のクローンが超絶下手。クローン地味むずじゃね。俺公式大会とかでもクローン僕がずっと握ってたんですよ。 2v2 とか一生芝クローンしてた。一試合に一回芝クローンする男なんですよね。よくね。よくね。今でも一試合に一回紙クローンもするんですよ。だからトントンみたいな。全然違うかな。あれ、ランバーとかで溶かしに行きそうだな。いや、無理かな。ちゃっちゃ5打ちゃよかったかな、あれ。もしかして、気づいた。ちゃっちゃ5打てばよかった。いや、でも言うのが逆に。おや？やなめ？ホーバー。いや、強い。まあ、相性取っちゃえばみたいなとこありますよね。今回ファイボーだったのも良かったですし、相性も良かった。はい、というわけで、まあ、ラバクロですね。ラバクロ。まあ、ゴレクロよりは個人的にちょっとむずいとは思ってるが、あんま変わんない。結局ラバとユニットとクローンするだけで、まあ、このファイボーの枠はヤナアメでもできますが、まあ、マザーネクロ、マジアチャー、ウィザードとかでも対応できるのがファイボーだと思うので、まあ、よければ皆さんこのファイボー型で今環境勝率1位使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。